はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も強化黒金で、今回はですね、前回ガチャで手に入れた箱崎くんを使っていきたいと思います。で、育成する選手は、パワちゃん用のサードのキャラですね。で、金徳的に、ストライク送球欲しいのでナッチを入れて、あと精神要因で今回は雷を入れてます。で、雷はね、前回のガチャでは大して出なかったんでプラス3止まりではあるんですけれども、こっちの方がね、チャンス持ってるし、送球も持ってるし、打球伸びも持ってるし、パワーヒッターも持ってるしということで、コツよしなので今回は精神要因雷で来てます。と、強打者タイプにしたいので、7位でアーチストを取って箱崎でローリング打法と、あとね、広角砲もつけたいので今回は堀杉くん、すげえ久々の出番ですね。まあ一応イベントも強化されてるみたいなので堀杉くん使っていきましょう。と、あと彼女枠はゆかり様にしてます。とじゃあこれでやっていきましょう。評価的には監督評価とか上げる必要ないから、まあここは3人でいきます。堀杉くんはね、本当にね、コツがねしょぼすぎるんだよね、その筋力キャラにしては。まあ、ただ今回のいいところは精神ボーナス持ちなんで、まあ、それでちょっとだけ役立ってくれるかなという感じです。まあ評価上げをメインに行くから体力的にはもったいないけど、メンタル練習をやっていきましょう。あ、そうそうそう、で今回はね、あの恋愛成就のお守りを持ってきてないです。ゆかり様はね、割とポンポン上がってくんで、で代わりに野球神のお守り大量に余ってるんで持ってきました。ここはどうしようかな。7位、ナッチもちょっと少なめか、ナッチから上げていくか。監督はそうだね、10円くれるからね。でコツ、どなた、箱崎取りに行きましょう。コツをください。とりあえず打球伸びいいね。打球伸びはないとね、絶対ローリング打法きつすぎるんで、しかもあと今回この編成だとね、技術どうかなっていう感じなんですよね。15も上がるんだ。15も上がって、あ、ここ岩井くんにしときますか。200円、 OK、 大成功。600円、プラス400で雷の金徳ですね。雷はね、俺本当にめっちゃ使ってますね。コツもかなりいいのと、イベント内容もいいし、で精神練習なんで本当使える。雷はで、あ、技術買っとこう。ちょ、130円でも買っとこう。あ、ジムチケットは持っておく、また使わない。敏将どうする。敏将今回足りなくなりそうなんだよね。ただ210円、1個だけ買っとくか、まだ序盤だし。これでいきましょう。ゆかり様ちょっと1回練習はしておく、さすがに。どう、これで乗る？まだ乗らないかな。一回ゆかり様と金儲けしたいよね。そうすればもう大丈夫だと思うんだよね。ここは2人の評価を上げていきます。お、そうかそうか、補充されたか。なんかいいのあるかな。タフドリンクは10円だから買っとくでしょ。マッサージ機がこんないっぱいあんの。秋術強化制定もなんか欲しいよな。欲しいけど金がな。300円くらいは手元に置いておきたいよね。ここは評価できましょう。ナッチ掘りすぎ。てか、ここら辺の人たちって何くれんの。普段全然使わないからわかんねえんだけど。で、7位の金徳、高打者で進めていきます。金儲け案件4つ、ゆかり様がないね。まあ安定的なマネちゃんにしましょう。 OK。 何、敗戦手短編集とか今はいらないな。売るか、これは売るを売ろう。パワージュースデラックスはもういらない。可愛いぬいぐるみ買っておきましょう。で、安っちいやつはちょっと買い漁って、まあ、晴天はさすがにね。ハイセンスってだってセンス×でしょ。普通センス×にならないからね、初期状態以外は。
ここもちょっと人影ナナイと箱崎がいたからちょっと持ってたか。もともと投手、教えてもらうと。ナッチは2回で終わるんだよね、金徳自体は。で、コツ雷だね。これは欲しいけど一応他のも見とこう。うん、雷コツであればとりあえずキャッチャー来たほんと雷を使う唯一のね微妙なところは野手の時にキャッチャーコツをよこしてくると、まあ、キャッチャーをね取る人にとってはさらにプラスにはなるんですけど、俺通常キャッチャー取らないんで、これにばっかりは微妙なんだよね。4周か 7% か。普通のパワードリンクって持ってたんだっけ。デラックスはさすがにもったいない。あれ、あ、これ買うか、こっちか。パワージュースデラックスはさすがにもったいないから 7% は通そう。次がね金儲けなんで。よし、告白も来ましたね。これはもう安定の犬でいきましょう。犬でお願いします。実際に犬とか言われたら俺はちょっと嫌だな。箱崎家の食卓長わかんねえ俺。箱崎はもう全然わかんないんだよね、イベントが。一応もう開いてはあるので、これは通常イベントの方ですね。早食いで積極走塁、体力は回復。食べ過ぎで、体力最大値が上がって体力は回復。これもでいいやつになって体力回復。ちなみに全部体力回復しますね。でもういいやつはいらないっしょ多分。だったら最大値上げとこう。うん、いいね。イベント内容もいいね。ゆかり様にしとこう。これはよし、まあ、金よりは評価を上げたかったっていうのはあるけど、これは成功だね。守備3上がった、 OK。 価値あるツボ。変な、なんかひびは調子極端になっちゃうんで、泥まみれにしとくか。インコースだったよね確か。よし、 OK。 金がすげえあるな。タフドリンクは買う。モテモテはいいや、いらない。で、技術はちょっと買う。で、あ、待って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 、いつも見逃す。で、新流石パワーバットとかはいいかな。で、ポイント的にはなんかあんまりだな。意外に伸びないんだよね。7位もコツであれば何でもいい。よし、広角打法で投資家ももやちゃん、これは株にしよう。なんかコツがもらえない。たまにもらえるんだよね。3週か。うーん、練習試合にしよう。ほい、来たー。200円ゲット、ポイントゲット、いいね。強化設定買っちゃう？買っちゃおっか。強打者にしたいからね。できればパワー S とかに持ってきたいんだよな。ゆかり様の評価はもう全然大丈夫だね。やっぱりお守りを持ってこなかったのは正解だったな。で、2回目、これは体力回復ですね。またちょうどいい感じになるか。よし、これでまた練習ができるね。監督じゃなくてスカウトか。スカウトちょっと丸め込んどく。40で、コツ箱崎。取らない。ローリング打法は5にしたいからな。ローリング打法じゃなくて打球伸び。追い打ち、おお、いいね。終わった。で、箱崎はね固めを持ってるんですけど、固めって筋力が下がった。まあいいや、固めって1で取っていいかな。広角はちょっと取っとこう。35 35 17、固め1でいいや。固め1で潰しましょう。追い打ちは取っとく。で、金儲け。ちょっとここからどうしよう。安全策でいく。まあでも岩井くん100円くらいだったらいいかな。よし、 OK。 で、ここは七井さんを尊重しましょう。あなたのおっしゃる通りです。あなたは強打者です。
鉄鋼バイブ、ぬいぐるみはいらない。古びた、あ、カインケンガンじゃん、また。で、つぼ。もうさすがに新流石。あれさっき買ったっけ、わかんなくなっちゃった。あれちょっと待って。そうだよね。金の無駄になった。すぐ忘れちゃうんだよね。チャンスメーカーか。悪くはない。レーザービームはいらないからね。敏捷は買っておこう。よし、筋力は置いておく。ナッチ。何をくれるんだ、ナッチは。おお、すげえ。いいな、ナッチ。お前、なんていいやつなんだ。で、コツだらけだな。ちょっと掘りすぎはマジコツいらない。雷かー。ただ7位からね、取っておきたいは取っておきたいんだけどな。ナッチってなんだっけ。ナッチはね、ストライク送球取るときとかにちょいちょい使ったりするんだけど、ローボール来たと意外性か。ナッチのコツはいいや、ほっといて。雷はキャッチャーの可能性があるからな。掘りすぎはもうマジでいらんから、7位でいきましょう。よし、広角打法は5。広角砲も重いからね。で、ここは真ん中で体力が回復できますと。ただ、そういや、あれだ、クリスマスで。ただ、ゆかり様は30くらいしか回復しないから、まあいいと言えばいいかな。ちなみに雷のさっきの一番上のやつね、するとチームメイト評価が上がるんですけど、上がるんですけど、掘りすぎ、お前足りてねえじゃねえか。雷はね、通常イベントもいいですよね。一番上でチームメイト評価上げて、ささやきやぶきのコツがもらえる。真ん中で体力が回復できる。で、特に上も真ん中もっていう場合は一番下にして経験点を取りに行くと大凶。いや、気が下がった。もうさ、いっぱい上げてるんだからさ、いいじゃん。まあ、50円くらいいいや。上げるよ。よし、大成功。悪くない。やる気が下がっていく。60円払ったけど、まあいいや。パワージュース、これちょっと買っとこう。で、安いものは全部買いあさる。とにかく買いあさる。かっこいいサングラス。選球眼、選球眼7位で選球眼なれるからね。身長通りとか、いぶし銀ね。まあ欲しいわけじゃないけど、まあ一応もらっとく。金はあるし。やることないな。やることないときは、デートを進めましょう。やる気がないし、回復してくれ。楽しかっただろう。よしよしよし、楽しかったんだな。回復した。パフェか。これは体力があるんで経験点を取りに行きます。54もらえれば上々だよね。いや、なんか全然だな。みんなからアイテムが欲しいんだけどな。7位とかね、パーヒッターの書くれるからね。いいや、ちょっと連続だけどデートしちゃおう。で、ゆかり様はね、4回目と5回目で体力回復しないんで、まあ、そこがネックではある。マインド、ああどうしようかな。やっぱでも選球眼、あ、動かすんだったら選球眼いらなかったわ。試さないにすると何、戻れないよね。まあいいや、選球眼取っとこう。チャンピオンシップは自分で動かすからね。掘りすぎ。いや、コツもうあれだけどな、しょぼいよな。2512って練習レベル1とはいえ、もらっとこう。とりあえず掘りすぎからもらっとく。アイテムを何くれるか知んないけど、古びた壺、あ、そうだ、言われればそうだね。そろそろ筋力が溢れそうだな。揃えますか。ミートディオールディにはできないかな。総力最悪ちょっと捨ててもいいから、あ、肩を上げときたい。で、守備もね、まあ一応ってなるから C には上げときたいんだよね。まあこんなもんでいいでしょう。どうする、50円くらいだったら監督とかいいかな。じゃ監督にしよう。いいよ、あげるよ、もう50円。うん、いいよ、あげるあげる。で、ここは放っておいて、バレンタインどうしようかな。
いつもだったらねチャンスを選んでたんですけど、今回アベレージヒッターが取れないよね。ちょっとアベレージヒッターやっぱり欲しいんで、よし、まあ、1ではありますけれども、物としては欲しいんで。新流石はやたら出てくるね。ときめきラブレター、あっけアベレージヒッターがあるまあいいや、これで3になったんで、プルヒッターはいらない。ときめきラブレターとか使うか、ダブルタックとかないからね今回の編成。30円系は獲得でしょう。技術はちょっとほんと足りなくなりそうなんで、掘りすぎはもらった。ナッチももうもらってはあるんだよね。こっちだな。レクリエーション的なのはもうやらない。なんかマイナスになる可能性があるのってあんまり好きじゃないんだよね。他の人たちのタックがなんか全然来ない気がするんだけど、今タック組んだのってナッチと掘りすぎくん7位だよ。7位が早く来てくれればパワーヒッターの賞をもらえるんで、こうぶち切っとかないといけないから。よし、逆境をもらいましたと。で古代野球テクニック、これが金徳か。いこう。でコツ、掘りすぎのコツかよ。まあいいや、一応もらっとくか。逆境を持ってるよね練習。まあいいや。パフェ中毒3回起こるんだ。まあその分ね金徳が2回で終わるからね、すげえ圧迫されるってわけではない。これで3回だったらちょっと微妙だよね。これはやっておこう。金だ金。ここもな、まあ、ゆかり様にしとくか。アドマオイルとかももういらないでしょう。ときめきラフレターがやたら来るな。こっちの安い方は買っときますか。ジュースデラックスっている？今2つあれ持ってんだよねジュース。左は珍しいから買っとこう。あーまたタックがなんかな、調子が悪いね。デートだけはどんどん進んでいく。まあ、ここは体力減るんで、その代わり経験点が結構もらえますと。窮地スカウト、スカウトはもう大丈夫だよね、いらんわ。でここはハイセンスを売りに出しましょう。まあ同額でいいよ。古びた壺とか使ってねえわ。使えるときに使わないと忘れるから。200円ゲット。いや本当に7位が来ねえな。雷も別に来てないよね。ここでさすがにデートするのはもったいないからな。まあ、ちょっとでもスカウトさん評価とかを上げつつポイントを稼いでいきましょう。いくらの720円か。グレートか。おっとやったー。ナッチ、まあ、せっかくだからコツをもらっておきましょう。よしロボルヒッター、まあまあまあ悪くない悪くない。監督も30円くれるようになったか。案件4つ。どうする。4月だよね。200円なくなったとしてもまだ400残るのか。ゆかり様事業、よし OK。 購買部を除いてジュースがあるけど、これちょっと買って、精神も30円系買って、800円あるか買おう。いや瓶酒も買おう、アホも買おう。今回金徳系も出てないか。ナッチもらった。雷まだもらってないよね。バントか微妙だな。おーっと、まあダブルタックいいね、よかった。これ掘りすぎくんさやってなかったらさ、もしかしたら掘りすぎくんからアイテムがよこされるかもしれないから。よ、惜しいね。
7位もね結構ね成功率高いと思うんだよね。でね、あんまり依存はしてないと思うんだよね。パワーとか全然少なくても普通に成功するんで。やっぱ技術足りてねえわ。ちょっとただ上げたいよねやっぱり。でパワーヒッターの書を使って2つバントも取っておこう。スポーツジムチケットも取ろう。でパワーヒッター取りましょう。もういやー早急骨欲しいな。アベレージヒッターは3までいった。アーティストも取ろう。アーティスト3で取れたのでかいね。技術マジで足りてない。そういうもんなの。打撃練習しとく。一応ここで回復ができるといえば回復ができるのか。さよなら。他のものを買うんじゃなくて技術を買い漁っとくべきだったか。技術の書が出てきた時には全部技術につぎ込んどくくらいの勢いが良かったね。で堀杉くんの金得2回目が終わったでしょう。で堀杉くんに関してはね700円あるか。高額を1でしか取れないからね。いやマネちゃんにしよう。うん、パワージュース悪くはない。金も悪くはない。古代野球テクニック、ま今回は普通に降格砲取りに行きますのでもっと掘り進めていきましょう。で掘りすぎ一人にすると、もう強化されたはずなんで火事場のバカ力がね取れるはずです。ただ両方コツ1でしか取れないんで。どう、一応成功失敗はあるんだよね。どうなのよくわかんない。ま経験点だけは上がってるよね。失敗してんな。広角打法のコツがね1で取れるはずなんですよ成功すると。で技術、そう技術、とにかく技術よ。俺に足りないのは技術。あ、パワーヒッターがある。まあいいや、パワーヒッター4までいったからね。流し打ちを取ってる余裕はないな。ちょっとまずはあれを消化しましょう。掘りすぎはいいわ。技術よ技術、とにかくやべえマジで技術足りねえ。入札を終わらせちゃいます。でもう100円、よし OK。 一番手っ取り早い。でそこからちょっと待って、これは安いから買っとくでしょ。で肩買おう。4上がるのか。コスパがいいかって言われたらちょっと微妙なところではあるんだけど、流し打ちもな、まあ、欲しいといえば欲しいか。技術きついんだけどな。金あるから400円残しておけば6月は問題ないでしょう。ここはやっぱ技術。あれ、スポーツジムチケットか。意外性なんて言った今。あ、商品補充か。待って、俺がやる。でここから分かれるんだよね。必殺の一撃でローリング打法、怒涛の連打で、連打、ちょっと待って、連打なんだっけ、名前が出てこない。もう取ったんだけどさ、雷取ったよね。だってめった打ちだ。7位、パワーヒット降格か。ちょっと待ってね、降格打法は5になってんのか。124124か、重いよね。100100使うのは重いんだよ本当に。だってめった打ちなんて3535だよ。まあ、精神17っていうのもあるけどさ、全然重さが違うよね。ちなみにストライク送球もそうなんだけどさ、ストライク送球って、あ、でも444444か。まあ、100いくつ。骸骨のね2段階がきついんだけど、まあ、めった打ちそれ考えると悪くないよね。固め打ち自体も軽いんで逆境1か。そうすると逆境、まあでも精神あるっちゃあるんだよね本当に。ちょっといいや、一回普通にコツをもらおう。練習だった。で金儲けして、案件4つ、うん、安定的なマネちゃんにしましょう。 OK。 何、切らねえ。でローリング打法の2回目、あれイベント的にどう、大丈夫。6月2週、この前さ普通に消化できなかったのがあるからね。あ、ここ最後すっげえポイントいっぱい来てんな。まず技術は
買い漁るでしょ。買い漁るって言っても1個しかねえわ。で、敏捷をまあ買って、安いやつからちょっと、安い方がね、コスパがいいん で精神なんて絶対大丈夫だな。筋力。ちょっと待って。溢れないか。技術足りてねえ。本当に足りてねえな。広角砲取んなきゃいけないからな。あ、筋力も意外に足りてない。S にいっちゃったから。え、敏捷か精神かって言われたら。精神はあるな。敏捷にしとこう。よし、で、おー、いいね、いいね、いいね。ナッチが意外に役立ってる。3周はちょっと何にもないからデートしよう。これで終わり。あとはこいつが頑張ってくれれば OK。 ダメだ、根性なしが。どうしようかな。最後補充されるかもしれないから金は取っとこう。補充さ、あ、されたか。よし、なんかいやー、ない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 、技術がない。買えねえしな、これ。毛布とかね、普通に売りたいよね、こういう時でも。なんかフリーマーケットの時は高く売れるけど、こういう時は安くでも売れるみたいな、そういうシステムがいいよな。まあちょっと火事場が失敗したんで、金取っとくか。でストライク送球も持ってえな。やべえな、意外にやばいね。ポイント的に勝ち場取れねえし、なんで筋力が足りてねえんだ。筋力くれ。雷か。まあいいや、ちょっとこれにしよう。チャンス OK。 これ成功してくれ。どう、なんかよくわかんないけど、あ、かなり掴んだ。やったぜ。こっからはもうちょっとガブ飲みだな。まずデラックス使っちゃおう。もう、あ、スポーツジムチケットがあったね。肩を上げていきたいんだよね、肩を。いや、筋力も足りない。なんだかんだでそこまで伸びてる感じがしないんだよな、経験点的に。ま、あとは堀杉くんが試合経験点ボーナスを持ってるんで、こっからちょっと底上げしていこう。まあ、もうパワーはね、上げる必要がないんで、まあ、その分他に筋力ポイントを回せるんで。よし、ちょっとでも点を稼ぎたい。コツ、誰？雷。雷か、ちょっと待って。チャンスはもう取っちゃっていいでしょ、4だからね。送球か、あとは。キャッチャーコツもな、残ってるっちゃ残ってるんだよな。送球くれればすげえ嬉しいんだけど。雷さん、お願いします。まずはコツ。練習。メンタルが来て回復はできるけど、ただ筋力やりてえな。ちょっとここはパワージュースを飲みつつ筋力やろう。まともくん、これさ、能力上がってるけど、さっき結構危なかったよね。がね、まだ結構放置されてるんだよね。コツを見て、箱崎か、まあ、悪くはないから練習するとして、ストライク送球が重いよな。広角砲も重いけど、ちょっと取れるときに取っとこう。あと火事場、いや、もう取っちゃおう。精神自体はいっぱいあるから。ローリング打法は何が足りない。技術が普通に足りない。打球伸びが3なのか。ちょっともう一回くれ。
打球の秒もう一回くれ。連打、連打も結構辛いものなんだけどね。どうする？メンタルとかな、雷来てくれればいいんだけどな。一回パンジュース飲んじゃおう。で、ここは練習する。やっぱ筋力が足りてないんで、で次メンタルのタックが来て最後練習する。これが一番理想。でさ、なんだかんだ言ってさ、肩もあんまり上がってないよね、よく考えたら。雷いなーい。ここはちょっと精神を練習せざるを得ないからな。肩を少し上げて、あれを使いたいのよ。肩クラブ、肩も A でしょうがないかな。4アップしてくれれば、あと6上げればいいってことでしょ。でここも勝たないとね、話にならないからね。ちょっと本当に今経験点が厳しいから。とりあえずね、決勝まではいけた。まあ、せっかくね、野球審、あれなのこれ。待って。え？親父が来てた。なんかこんなんあんの？何これ？ポイントが手に入ったやったけど。甲子園決勝まで来ると、あ、雷、速球骨本当に欲しい。あれ使ったから大丈夫か。打球伸びか、まあ、悪くはない。どっちでもいいや。早球の方が軽減は高かったけど、アイテム使い忘れたかと思ったけど、もう使ったよね、肩で。そうするとどこまで下がってる？大して変わんないと思うんだよね、3から5って。あと136もあるか。ローリング打法3で掴めてよかった。これマジで70まで軽減されるのか。連打、インコース、いや技術全然足りてねえわ。なんか死んねえけど、ピンショポイント結構あんだけど。ちょっと待って、ストライク送球取ってないから、さっきの連打とか外そう。なんだっけ、忘れてた。ちょっと一回あれして、ストソーを取ると足りないのか。ローリング打法、ただもう絶対取れるは取れるから、チャンスはもう取ってある。呼吸を上げとくか。すんげえ精神あるから。で総力もまあ B には持っていけるか。よし、これであとはエピローグ経験点とかで調整していきましょう。ミートをね、本当は A まで持ってきたかったんだけどな。ちょっとやっぱり技術が足りないか。総力アピールにしようか。2点を追いかけます。ミートアピールにしようか悩んだんですけど、ミートアピールにしてよかった。とりあえず甲子園は優勝。いいね、試合経験点ボーナスがね、 2,3 人いると結構上がるよね。掘り継ぎとかさ、本当にさ、試合経験点ボーナスくらいしか活躍どころがないよな。まあ、200円くれたけどね、あのタック組んで壺くれたから。そう考えるとやっぱ降格法がな、まあ、確定っていうくらいだよね、いいところ。めちゃ掘りすぎディスってるけどさ。
あ、でも8400いったのか。さて、ここからまず絶対取んなきゃいけないのはどれ？ローリング打法でね、肩を A にはしておきたい。よし、呼吸とかすっげえ余ってんな。せっかくだから対左丸にはしておきたいでしょ。あとコツをつかんだ流し打ち、バント職人はいらない。いぶし銀、取れる両方とも。ああ、取れるか。技術が完全になくなった。打開とかってさ、だってさ連動してんの？これ連動してないやつはもういらないんだよな、本当に。ちょっと走力上げられそうだね。意外に足が速くなったな。めちゃ余ってるけど、精神が余りすぎだな、これ。怪我しにくさとか、まあ、いらないしね。代打っていうあれでもないからな。精神的支柱をもう誰かつける予定があるから、ムード丸は別にいらないしね。重複しないからね、効果的に。じゃあ投手取る根性取る。ただもう遊び、ここら辺は、まあ、せっかくだから怪我しにくさ取りますか。で、あとは上げられるだけ補給を上げておいて、まあ、ポイント的にはうまく使った感じかな。ミートね、 A にしたかったね。あと守備も C にしたかったな。技術か、技術が全然足りなかったんだな。まあでもサードだから D やればいいか。まあ、とりあえず一旦パワちゃんサードくんはこれで完成としましょうかね。ああ、でも守備力が低いとさ、送球のモーションも遅くなるんだよね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。カッター開けて、守備も一回 C に持ってこう。そうですね、ちょっとポイント的にもったいなかったけど、やっぱり守備 C にしました。で、まあ少し調整して能力的にはこんな感じで、これでちょっと、パワちゃん用のサードで、使用していきたいと、思います。ちょっとね、技術足りなかったね。で、まあローリング打法は確定っていうところがやっぱ箱崎のでかいところだと思います。まあめっメッタ打ちでもいいはいいんですけど、まあ、メッタ打ちはね、他にも持ってるキャラいるんで、今回雷みたいによく使うキャラが、メッタ打ち持ってるんで、まあどうだろうね、やっぱローリング打法要因で使用していくのがいいと思います。まあそんな感じで、まあ、箱崎自体はね全然、悪くないキャラだと思いますので、まあかといって絶対欲しいっていうキャラでもないんですけれども、まあ今回はね、他のバナーキャラのあれが欲しかったんで、取りに行きました。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。